こんな感じでベロベロになってきてませんか？こんにちは、花挿人の尾関純子です。今週の花ズバー、スーパーチュニアビスタです。今日はこちら、花挿人ガーデニング教室のすぐ外、これ屋根がございますが、苗置き場からお送りしております。スーパーチュニアビスタは雨にも強く、夏の暑さにも強い最強のペチュニアなんですよ。雨にね、叩かれてもすぐこうやって復活してきます。そろそろこんな感じでベロベロになってきてませんか？復活させるための切り戻しをしていきますよ。これ一番中心、真ん中が葉っぱがなくなってきています。これ以上遅くなると、ここら辺が丸はげになってからだとね、ちょっと戻りが遅いです。じゃあこれ切っていきます。必ず葉っぱを残して切ること、ここがコツです。これね、ビスタは本当に大胆に切っていきます。ザクザク、これこんなに一番初めの花が、花のところのよいしょ、すぐ下で切るのが一番いいんだけどね、そこに芽がない場合は、そこが葉っぱがない時はね、もうちょっと上で切っていきましょう。ザクザク、本当に、ね、ザクザクでいいです。ビスタの場合は本当にバッサ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 切ってもすぐ戻ってきますよ。こんなに切っていいの？そんなに切ったらってお客様によく言われますけども、皆さん美容院行くでしょ？爪切るでしょ？それとね、一緒のことです。はい、ザクザクザク。はい、でこれでね、お花柄、こういうやつ、お花が終わった花柄がついてる場合は取っておきます。ここの見えなかったけど残ってるな。スーパーチュニアビスタの切り戻し完了です。切ったら肥料必ずあげてくださいね。一番いいのはね、これ切った時はすぐ効く液体肥料、液体肥料をまずあげてください。花挿人おすすめの液体肥料はこちら、アルゴフラッシュ。これね、よく効くのでお気に入りです。2週間くらいでお花が戻ってきますよ。ぜひ切り戻しチャレンジしてみてくださいね。花挿人ではこのようなギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。YouTube のチャンネル登録も待ってます。花挿人 LINE アートでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花挿人の尾関純子でした。またね。